ペイントソフト、ペイントソフト和製英語、ペイントソフトとは、主に、ポインティングデバイスを用いて、コンピュータ上で画像を描く二次元コンピュータグラフィックス用の、グラフィックソフトウェアである。内部表現は、通常、ラスター形式である。ラスターグラフィックスエディタとも呼ばれ、ラスター画像の編集に使われるソフトウェアである。ペイントアプリケーションソフトウェアの略として、 ペイントアプリと呼ばれることもある。ペイント系、画像編集ソフトとも呼ばれるが、道具としての使いやすさを強調するときや、DTP など、他のアプリケーションソフトの一部機能として使うときには、ペイントツールという呼び方もある。Adobe Photoshop やカレル、ペイントショッププロなど、写真修正や加工を目的とした、画像編集ソフトも、ペイントツールの一種だが、 ほとりタッチ、ホトレタッチという言葉が普及してらは、ペイントツールといえば、カレルペインターなど、イラスト作画用アプリケーションを指すことが多くなってきている。通常は、ローカルコンピュータ、PC やタブレット端末などにインストールする、スタンドアロンタイプのソフトウェアを指すが、お絵かき掲示板やお絵かきチャットなど、コミュニケーションツールして、ウェブブラウザ上で動作する。 簡易的なペイントアプリも登場している。また、マイクロソフト i n d o w s 7のタッチ機能に対応した、ペイントイットや U ピントなど、タッチ対応モニターをキャンバスにして、指で直接描くことが可能なソフトウェアも登場してきている。コンピュータの性能向上と HTML5、CSS3 の普及により、ブラウザ上で高機能な画像編集を可能とするソフトウェアも登場している。 ポインティングデバイスとしては、マウスなどが利用できるが、ペンタブレットの筆圧感知機能に対応するソフトウェアでは、ペンデバイスを用いることで鉛筆のかすれを表現したり、インクペンで強弱や、入り抜きをつけた線を描画したり、水彩筆で色を塗り重ねたりすることができるものもある。現実に紙やキャンバスを使って描く絵と違うのは、コンピュータ上の仮想キャンバスを使えるため、 失敗のやり直しや塗り重ね、修正が、使用及びメモリやき容量の許す範囲で無制限に、可能こと、筆やペンから絵の具が付きないこと、設定次第で画材の特性を変更できること、一度、作った色や画材を永久に使うことができること、などである。ドローソフト、ベクター形式のグラフィックソフトウェアは、よく、ペイントソフト、ラスター形式、ここでは、 画像編集ソフトも含むと対比され、両者の能力は互いに補い合うものである。ドローソフトは、グラフィックデザイン、レイアウト、タイポグラフィ、ロゴタイプ、映画的な芸術的イラストレーション、カートゥーン、クリップアート、複雑な幾何学模様など、テクニカルイラストレーション、ダイアグラム、フローチャートなどにより適している。ペイントソフトはリタッチ、写真加工、 写真のようにリアルなイラストレーション、コラージュ、そしてペンタブレットを用いた手書きのイラストレーションにより適している。ギンプやォートシャップなどのペイントソフトの,のバージョンは編集可能なパスのようなベクター系のツールもサポートしており、またコリルドロやアドビイラストレーターのようなドローソフトもにラスター系のソフトウェアにしかなかった機能やアプローチを取り入れるようになってきている。ぼかしなど。 ペイントソフトの基礎的な存在は1975年にテッドケーラーらが暫定ダイナブック環境ゼロックスアルトで動作していたスモアルトックに組み込んだビットレクテディターである。マックペイントがクイックドローのリージョン、不定形クリッピング及び描画機能により始めて実現した投げ縄ツールによる選択やペンキツールによる塗りつぶし機能を除けばツールパレット グループ内の排他的選択を可能とする講義のラジオボタンはこのソフト向けに初めて命名実装されたやビットブルト機能を活用したスタンプ機能、ドット拡大編集機能、マクペイントのファットビットツールに相当などのマクペイントの特徴的な機能の多くはすでにこのソフトで実現されていた。なおケーラーはアップルに移籍後、ハイパーカードの開発に携わっている。 日本ではマッキントッシュが紹介される以前に、すでに PC-9801 があり、早い段階から、いわゆるドット絵を編集するソフトがあった。特に同機種のアナログ16色表示に対応したゲームソフトの開発のために、かなり高機能なソフトも市販されていた。その後、マイクロソフト Windows 3.1が登場し、アクセサリーソフトとして、ペイントブラシが備えられたが、 この頃まではやや自虐的に、お絵描きソフトと販売サイドも開発サイドも呼んでいた。色数が16色、または256色しかなく、子供騙しのレベルというニュアンスが込められていたのである。ペイントソフトという呼び方が定着したのは、パソコンのグラフィック機能が強化され、フルカラーで処理できるマッキントッシュ2のアプリケーションが登場してからのことである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。